はい、到着。皆様ご無沙汰しております。すみませんな、暑くてもう行けへんから。やっと9月の末になって、キャンプシーズンに入ったかなっていう感じですね。さあ、それでは設営していきたいと思います。お、今日はシェラカップがくっついてますよ。これよ、どこにでも貼れるようにマグネットにしておきました。さあ、今日は、コールマンのタフ400やね。さあ、貼っていきたいと思います。はい、それではクロスに入ったので向こうとこっちを一回 U 字型に立てて、で向こうから立ち上げていきたいと思います。そしたらこれで自立したので、真ん中の赤いポール入れていきたいと思います。意外と広いですよ。ツールームじゃないけどね、そこそこ、距離あるし、まあ、四角で使いやすいんじゃないかな。さあ、今度は内装の方していきたいと思います。カナダシード3838でぴったりっすわ。よし、ちょっと余るぐらいかな。いい部屋になった。自転車のソロキャンプやったら 8.5 キロぐらいで来れるのに、ワンズ含めて150キロの用意してんと来られへんもんね。やっぱ大変やわ。
いいんじゃね、これで。うん、こじんまりしてていいよ。普通のソロキャンプじゃありえへんぐらいでかいけど。はい、それではね、柵がとりあえずできたのでワンズを下ろします。だいぶ日が暮れてきたんで、火を作らんと。お姉ちゃん。あ、完璧。よし、これでいける。いやー、まあやっと落ち着きましたな。あー疲れた。はいはい、了解了解。はいはいはい、今日はアメリカンバケツに焼酎用サーバーをつけました。これで水は出ます。 OK。 それと薪割りで新しいの買いました。ウバメガシ、めっちゃ重たいけどね。で、火付けはこんな感じで、トライポットを作ったので、ここに引っ掛けて焼きたいと思います。さあ、内装はよいしょ、とりあえず扇風機
先ドッグランいたもんね。疲れたな。3時間ぐらい行ったもんな。一応テーブルと椅子は持ってきましたけども、何使うんでしょうか。でタフスクリーンタープ400。まあまあ、うん、気候的には昼間暑かったですけどね、だいぶマシかな。さあ今は5時10分22度ってとこですね。さあどうしよう、火付けでもしてちょっといろいろ用意していきたいと思います。よし、着いた。ああ、いいね、やっぱりキャンプは最高ですね。さあ、それではよいしょ、ワイヤレスのマイクもつけたし、まず火ばさみ忘れたでしょ、それでまな板忘れたでしょ。ここで料理するしかない。よいしょ。いやー大変ですよ。久しぶりにこんなことするともう忘れ物だらけっすわ。チューリップ作っていきます。手羽元でね。はいどうも、今日は手羽元を今チューリップにしていってます。吊るしてちょっと食べようかなと思って。よいしょ、もう忘れ物いっぱいですわ。よいしょ、ちょっと見やすくなった。あ、ちょっとつけたんやけど。なかなか一人でやってるとね、むずいんですわ。これするだけでも時間かかるもんね。家でやってきたらおもんないっしょ。よいしょ、よし、それではできたので袋に入れて、よいしょ、オッケー、袋に入れて、よいしょ、プロセスパイス。よし、これでできた。で、あとちょっと寝かせて染み込ませます。その間にご飯炊こうか。ご飯炊く前に、あ、そうや、玉ねぎさっきせなあかん。うわ、買った、めっちゃ分厚いなほんま。よいしょ、よいしょ、
玉ねぎをそのまんま、クローブ、クローブを刺す。1個、2個、塩を、これは瀬戸内海の藻塩やからね。よし、玉ねぎを包んで、ほい、包んだ。よいしょ、えい、適当に燃えといてくれ。40分ぐらいかかると思う。移動させながら焼いていきます。ほい、できた。お見事。イエーイ、できたできた。さあゆっくり焼くぞ。これよいしょ、もう完璧や。ああいいね。もうちょっと倒したい。熱っ。これぐらいがいいな。最高じゃない。よいしょ、よし。美味しそうやん。ちょっと待ってる間のティータイム。よいしょ。久しぶりな紅茶なんか飲むの。よいしょ。キャンプでしか飲まんもんな。コーヒー飲まんし。何が楽しみで生きてんやろと思うわ。飲まない、打たない、買わない。飲めないもんね。外食しない。いつも節制してるからな。おかげで20キロ体重落ちましたけどね。いや、ワンズとキャンプができたらそれでいい。おお、美味しそうじゃん。よいしょ。コーヒーも飲まんの？皿持ってきた？しまったな。空いてるやつあったのに。2個あったからどっちかな思って持ってきたら、うわ皿やった。よいしょ、10、10、よいしょ。いや草でもいいねんけど、シェラカップにした今日は。ティースプーンね。さすがに鍋は作れんからな。自分の作ったものだけ縛りとかやりたいねんけど、キャンプ。さすがに鍋作れんからな。鍋はさすがに持っていかなかったな。はい、それではいただきます。これはうまいな。
ご飯がいつ炊けんねやろ。どうでした夏休みは。皆さん満喫されました？私はずっとこもってましたわ。犬が外出られへんからどうしようもない。運命共同体やからね、しょうがないっちゃしょうがないねんけど、2回ほどデイキャンプのやつ上がってたでしょ。もうあれぐらいしかできひんもんね。あれで装備 8.5 キロでしょ。今日の装備ワンズ入れて150キロやで。どんだけ一人で行くのが身軽かね。まあまあ、もうやっと秋シーズン始まったんで、あ、電車が走ってる。ここな、笠木は後ろ電車走ってるからね。すんませんな、やかましいて。あ、めっちゃうまそうやん。え、何の話やったっけ。ああ、もう来週も再来週もキャンプ行く予定やから、まあ動画の方もう少しお待ちください。もう毎週キャンプ行くよ。行かないと動画全然上げられてないもんね。いや、ずっとさ、自転車は触ってたのさ、今まで夏の間で。車に乗らなかったのね。車とかバイクとか全部歩いたり自転車乗ったりしてたのね。100キロは行ってないのか、70キロとか80キロとか。それがなかなか楽しくて、夏の間はずっと自転車やってましたね。ワンズはお留守番やからね、その間は。ほい、そうこうしてるうちにご飯が出来上がってきましたよと思う。まだ見てないよ。さよっこらしょー。どんな感じだろう。もうちょっとかな。よっ、あ、いい感じじゃないの。これであと蒸らせばよし。よっしゃ、でご飯は炊けた。ご飯は炊けたから、あとは肉はすごい時間かかるな。やっぱり玉ねぎどうやろうね。玉ねぎ、はい、いい感じに焼けてきましたよ。ほら、玉ねぎあれはできてんのかな。ほい、できたかな。そろそろいい頃がいいかもね。さ、そしたらちょっと見ていこうか。これどうなってんやろな。熱いかな、大丈夫かな。玉ねぎの丸えらい軽なってんねんけど、そんなもんでええねん。うおうお、玉ねぎがえらいことになってる。すげえ、 すごいことになってる玉ねぎ。これできてるわ。ちょっとどんな感じなん。うわ、なにこれ。うわ、トロトロや。なんか すごいもんを切ってるような気がする。いつもの玉ねぎじゃない。うわ、中までトロトロ。これほんま蜂蜜みたいな、蜂蜜みたいなんでしょ。さあ食べてみようか。ちょっといただきます。甘っ、ほんまや、めっちゃ甘い。これうまいわ。さあ、そしたらご飯の方をいただきたいと思います。食べていきます。さあ、鶏はどうなってるかね。いいよ、真ん中から行こうか。よっ、さ、熱そうやな。おお、うまそくない？すごい。いただきます。
うわうまカリッカリこれ最高やな。これうまいわ。さすがにちょっと皿用意しようよ。置こうよいやー完食。お水入れたけど、おー見えへんか。はい、ごちそうさまでした。はあ、うまかった。うふしまけた。最高。あー美味しかったな。さあのんびりしようかな。あーそれワンズの餌やらなあかんね。はい、もうちょっと頑張ります。焚き火タイム。えさあ、あーライブとかしたいね。 YouTube ライブってまだ一回もやってないもんな。いつも Twitter か Facebook か何やったっけ、 Instagram、 どこかでライブはしてるんですけどね。1週間に1回ぐらいYouTube でも一回 やってみましょうか。日々日常はどっかの SNS に上がってるんで、ツイッターがメインなのかな。で最近なんかインスタグラム多くなってきましたけどね。インスタとフェイスブックがつながってるから、インスタで上げたらフェイスブックが上がるようにはなってますね。はい、なので何かあればそちらの方を見てみてください。さあワンズのご飯しよう。はいどうぞ。これちょっと見える？まず LED を持ってきてないから余計な。今日も一日お疲れ様でした。あ、おはようございます。暑っ、寝てられへん。ピーカン。あーもうちょっと寝たかってんけどな。ダメだこりゃ、朝から暴れとるしかな。今日も一日始まるよ。まだ無理かも。幕内36度になってる。外21度。あつー、強烈やでこの日差し。火起こしもできたので、そろそろ朝ごはんの用意をしていきます。
はい、できました。さあとりあえず食べよう。よいしょ。はいよ。ほい、あ違うな、さっきこっちかな。ほんまそうやん。これぶわーっと垂れそうやな。よいしょ、こんな感じ。ほら美味しそうくない。ほら、あちち、いただきます。めっちゃうまい。うん、最高。うまい。うまい。もう暑くて暑くてたまらんよなお前たちな。だからまだ大変なんだって。ほらしんどそうやんか。こっちもそうやけど、暑いでしょもう。まだ早かったかな。さあもう帰ろう。そしたら9時38分、全然ゆっくりできんかった。しょうがない、この暑さやもん。さあそろそろんだ、片付けていきます。11時撤収ぐらいかな。はい、撤収完了。あー、綺麗になりました。さあ、そしたら帰るぞ。さあ、次はいつかな。また来週かな。まあ、なるべく早めに。はあ、でもお昼間これだけ暑かったら厳しいな。まだもう11時半頃かな。さあ、それでは帰りたいと思います。帰って編集するんで、しばらくお待ちください。では、お疲れ様でした。